旅の甲羅って脱げるの？みんなこんにちは、はてなくんだよ。髪の甲羅って脱げるのかな？今日は神さんにお話聞いてみたよ。僕の甲羅いいだろう？甲羅を脱いでくれって？どうなってるか見たいからって？ごめんね。この甲羅は骨としっかりとくっついているから取り外せないんだ。残念だったね。ところでこの甲羅ってなんでできてると思う？骨？違うんだな。僕の甲羅は爪と同じ成分からできているんだ。敵が来ると頭や手足を甲羅の中に隠して身を守るんだ。海で暮らすカメは泳ぎやすいように手がヒレになっていて甲羅も平べったくなっているよ。一方で陸に暮らすカメは足の先に爪があって甲羅が高くなっているんだよ。神さん、どうもありがとう。そっか、甲羅って取れないんだね。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録して、君も着物博士になってね。じゃあねー。バイバーイ。